始まるよ。準備はいいかな？それでは、175ページの基本問題についての解説を加えます。これは物件法の相続のですね、部分ですね。だから152ページからですか。ここからの部分についての、先ほどの問題と同じ174ページと同じですね。文章に誤りがあったらそれを直すという形の問題です。はい、それでは早速見てみることにいたしましょう。以下の文章について誤りがあれば下線引いて正しい文章で書き換えましょうということです。まず1番、 A 所有の自転車を B が投資したという場合、 B はその所有権を取得すると。これあれですね、占有の取得というだけでは、それだけでは、所有権の、取得原因にはならないですね。したがって、A 所有の自転車を B が投資したという場合、どうしますか。それだけでは B はその所有権を取得できないと、こういうふうにしましょうか。という感じですか。はい、他の買い方もあると思います。はい、それから2番、物件行為の独自性説によればと、独自性肯定説という意味なんでしょうけど、再建行為の効果として直接に物件の変動が生じることとなると、ということで、見たでしょうか、覚えてるでしょうか。ここですね、この160ページの問題、さっき1番でやったわけですね。で、一般的にはこの例えば売買契約で所有権移転するという例をとってみると、555条で、債権行為というわけですね。債権の発生を直接と目的とする行為、そうすると債権債務関係が発生するけども、買い主売主に対して所有権転生と言えるわけですから、まだその段階では、所有権、これ売り主元となるわけですね。で、これに引き続いて物件行為、民法176条の物件行為によって、ようやく所有権が移転すると、こういうモデルで説明してきました。で、これを、債権行為以外に別に物件行為という、要するに2つの法律行為しているということで、物件行為の独自性肯定説という言い方をするんだと、っていう説明したよね。物件行為の、ここですね、物件行為の独自性否定説があるんですから肯定説があると。物件行為の独自性説なんて書いてありますね。なのでテキスト、物件行為の独自性説によれば、債権行為の効果として直接、だからここ使いましょうか。物件行為の独自性、否定説ですか。物件行為の独自性否定説によればと変えれば、それで、いいかと思います。それから3番、我が国の法制度においては不動産の所有権の移転は登記を経る必要があるということで、ちょっとこれ、正確さを欠く表現だと思いますね。不動産の所有権の移転は、これ176条等の、所有権の移転原因があるわけですね、が必要となるわけですね。だから、我が国の、法制度においては不動産の所有権の移転は、民法176条等の物件行為の必要があるということですね。登記、不動産取引において登記というのは対抗要件に過ぎないわけです。これは後で出てきますね。じゃあどうしましょうか。我が国の法制度においては不動産の所有権の移転は、必ずしも登記を経る必要はないですか。登記なくとも所有権を移転するわけですからね。そういうことです。当事者の間ではですよ。それから4番、意思表示によって所有権が移転する我が国の法制度を形式主義と呼ぶことがあるということですが、これ意思主義と書き換えるのが素直かと思います。はい、5番どんどんいきましょうね。売買契約によっていつ所有権が移転するかという点に関しては、特約があった場合でも契約時点で移転するとの考えるのが一般的であると言えると。なことないですね。特約があった場合はその特約に従うわけですね。例えば契約して1週間後といえば、契約して1週間後に所有権移転するわけですね。ということですから、特約があった場合にはそれに従うと書き換えてもいいですし、特約がなかった場合にはにしますか。特約がなかった場合には契約時点で、移転するという考え方が一般的であると言えると。特約なかった場合どうなるかということについて、法はこれ直接規定がないんですね。なので解釈問題になりますが、解釈としては一般的に契約時節というのが一番スタートだと思いますので、スタート時点としてはね。なので、特約がなかった場合にはぐらいにしておきましょうか。はい、ということで次6番です。不動産物件変動の対抗要件は、これ、対抗要件は登記ですね。第三者に対して自分が所有者だと主張するためには、移転登記を経る必要があるわけですから、不動産物件変動の対抗要件は、登記であると。引き渡しのところを登記に変えるといいと思います。はい、次7番、民法177条の第三者の範囲に関しては、今日の判例法は、無制限性、いつの話ですかね。これ、今日では、制限説を採用していると言われるわけですね。はい、無制限説を制限説に変えるといいかと思います。
次が8番、民法177条の第三者の範囲に関しては、今日の判例法は制限説を採用していると言われるがかな。いわゆる背信的愛好者に対しても、対しては登記なくして対抗することができることになると。だから、制限説だけども、さらにその例外で背信的愛好者には登記なくして対抗できると。こういう考え方が一般的になろうかと思います。はい、いくつか書き換え方あると思いますが、まあ、代表的に今見た範囲でね、書き換えを言ってみました。Oh!